本日はですね、どうしても汚れてしまうこのフライパンの底の汚れをですね、この年末の大掃除でなんとかこう綺麗にしたいなということを お考えの皆さんにですね、こうやったら簡単に汚れが落とせますよというやり方をですね、私がやってるやり方をご紹介したいと思います。これはもうすでにその綺麗にしてある程度もうピカピカっと光ってるものなんですけども、まあ、この2つはですね、まだちょっとこういうね、この字の部分とか模様の部分にどうしても、ね、この汚れがついてしまうんですね。で、私のやり方をちょっとご紹介したいと思います。一旦ですね、フライパンを押しに行って、使うのはですね、100均で売ってるこちらのスチールウールと、あとは、これこれ鉄製のこういった薄いお皿なんですけども、一番いいのは取っ手のないフライパンで、お持ちの方はですね、それを使うことをお勧めします。というのは、ここにお水を入れて、そこから、その水蒸気っていうんですかね、このフライパンの底を温めながら、こちらのスチールウールで、汚れをこう効率よく落としていく。洗剤入りのものもあって、まあ油汚れとかが激しくて、それをきれいにしたい。ベトベト撮影見やすくするために、今この白いフライパンにスチールウール入れましたけど、磨くのはこれなんですけども、よりゴシゴシ磨くのにですね、力を入れるのに、こういった割り箸も使い、まあ、取っ手のないフライパンだと思ってください。今お湯を沸かしてますけども、これにお湯を沸かせて、これはもうやっぱり温かくして汚れを浮きやすくするために、こういうやり方にしてます。もう弱火ですね。この、とにかく温かくして汚れをこう浮きやすくする。30分ぐらいタイマーを仕掛けてどれぐらい綺麗になるのかっていうのですね、やってみて通り、鍋から湯気が立って、でフライパンを温めて、でこの汚れを浮きやすくしてスチールウールでこするというやり方です。始めたんですけども、やっぱりこすっていくとですね、ちょっとこの油分が溶け出して、ベトベト感が出てるんでですね、こちらのこの洗剤入りのものを使うか、あとやってるのはですね、別に洗剤なんでもいいんで、こういったハンドソープの洗剤をつけて、これでちょっと油分を含んでるんでですね、油分もこれで落としていきながら、でもだいぶ熱くなってきたんで、この火傷しないように、こうやって、これ直接だとね、結構熱くなっちゃうんで、割り箸で押さえてこすっていきます。あとはもうひたすらですね、汚れを落とします。もう間もなく30分なんでですね、ちょっとここで撮影を再開しまして、一旦現状をですね、ご紹介したいと思うんですけども、だいたい半分ぐらいですね、今磨いたところなんですけども、こちら側が終わったところですね。で、こっちレンザーとかを使ってやることもおすすめします。で、ちょっと後半はですね、このクレンザーを使って、少し5分ぐらいで、追加の30分、まあ大体1時間ぐらいのこの掃除が終わるんですけども、ほぼ綺麗になりまして、ちょっと一回これをですね、きちんと拭き上げてお見せしたいと思います。ちょっとこのままだと暑いんで、こんな感じですね。もう最初の汚れが残ってないんでですね、このピカピカのもの、まあ鏡面仕上げとまでは言いませんけども、きれいに仕上げることができました。クレンザーを使った方が研磨剤が入っているんで、まあやはり多少楽だとは思うんです。基本はこのスチールウールで、こするっていうのと、暑いんでですね、
指やけどしないようにちょっと離れたとこからこの割り箸の先をゴシゴシとこの汚れてる面に当ててこすっていくということ。